歌手の小田和正さん。2018年には全国21会場48公演を巡るツアーを行うことを発表し、2019年には追加公演を含め全国24会場64公演、なんと約55万人もの動員だったといいます。しかし小田さんといえばもう72歳、いくら若々しい歌声を保ち続けているとはいえ、なぜここまで今現在も精力的に活動を続けられるのでしょうか。その原動力となっているものとは、小田和正さん。オフコース時代から変わらぬ魅惑のハイトーンボイスで人々を魅了し、これまでにもどれだけの多くの人の心を癒してきたことか。日本人ならば彼の歌や声を知らない者はいないのでは。自身でもお客さんがこのキーを求めているのが分かっているから、これが出なくなったら引退と語っていたこともあるように、とにかく歌うことそのものをライフワークとしていて、ご自身の限界まで挑戦し続けることに決めているのだなぁと単純に思っていましたが、なんと小田さんの年齢を超越した活躍のその裏には、少なからず小田さんの肉親の存在があったからだというのです。一体どういうことなのか気になったので調べてみました。小田さんはあまりメディアにも登場することがないため、そのプライベートもベールに包まれていましたが、横浜で薬局を営んでいた父親とは若い頃は折り合いが悪く、父が医者になってほしいと願って小田さんを育てていたにもかかわらず、反抗して大学は建築科に進み、おまけに大学院では建築との決別という修士論文を提出し、突然歌手を志すと言い出し、これには父親も呆れ返り虐待していたというのです。そんな若い頃にできた親子の間のわだかまりがあったからか、小田さんは歌手として成功した後も実家への行き来はほとんどなかったのだとか。ある時気がつけばその父親の薬局の経営が悪化し、実家の住まいが差し押さえられていたなんてこともあったんだとか。しかし実はこれは父親や長男からの歌手として頑張っている次男に迷惑をかけてはいけないという無言のエールが込められていたのだとか。だからあえて小田さんには知らせず、自分たちで何とかしようと奮闘していたのだとか。それを後で知った小田さんは、自分はもっと歌を頑張らないといけないと人知れず決意したのだと言います。いろいろあったけど、最終的にはそんな息子の夢を応援し見守っていた父親も、2008年には舌がんのため他界。最後は病室で小田さんの到着を待っていたかのように、彼が到着するや否や、そうか、それじゃあちょっと寝るわと言って静かに眠りについたんだそうです。最後まで我が子を案じて愛していた父親、そんなお父さんや同じように応援してくれているお兄さんのためにも、生涯歌手として自分はやれるだけのことをやろうと今もなお超人的な音楽活動を続けているんだとか。小田和正さん、あの伸びやかなハイトーンボイスと優しいメロディーや心に染みる歌詞の裏には、こんなにも強い家族への思いが込められていたのですね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私はこんなに切ない父親への思いがあったなんて、胸に熱いものが込み上げてしまいました。そんな小田和正さんのことをこれからもずっと応援していきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。